日程残詞とは日本による朝鮮統治時代に日本から朝鮮半島に伝わった文化、文物を除去すべき対象とする馬頭用語。韓国や北朝鮮でマスコミや日常会話でも使われる。日本が韓国からハングルを奪ったという論理のもと、始まった国語順化運動に代表されるように、 日本統治時代に導入された概念を言語化したものさえ日帝残詞と呼ぶ韓国では過半数の韓国人が排斥に賛同している。日本が民族精神を奪うために風水侵略を行ったという主張もあり、しばしば排斥すべきだという意見が唱えられる。その対象は言葉や建築物などのほか印鑑証明といった制度や国旗形容に用いる学部地、 何かに対する誤解という概念まで極めて多岐にわたる。しかし、グラなどを筆頭に日本由来のものではないのが日本語由来とされている。またその対象が日本海という呼称やコリアというアルファベット表記にも及ぶため国際問題に発展することもある。哲学、主観、客観、理性、芸術、文学、心理、科学、技術、権利、義務、大統領。 首相、長官など、朝鮮時代に存在しなかった、近代用語は日本語由来であるため、事実上置き換え困難であり、新用語は普及していない。下記にも認定されているが、運動会など、教育制度や近代言語など深く普及していることで、そのままになっている。アメリカ軍が作成した百四十六年のソウル地図日本風地名を排除する直前の地図で、朝鮮語を主とし、 日本語を1として丸カッコ内で表記している。多くの地名は日本語を機械的に朝鮮語発音に置き換えているが、明治朝や本朝は純然たる日本風地名であるため、丸カッコでくくられた日本語地名のみで表記されている。また、日本人が民族の正規を抹殺し、朝鮮を永久に植民地とするために打ち込んだとの都市伝説がある。 呪いの杭を取り除く作業が続けられている。日程風水暴略説も参照また教育現場には多数の日本式表現が残っているとの指摘がある。朝鮮後の国語順化も参照なお、これら建築物のすべてが排斥対象になるというわけではなく、逆に保存の対象となる例もある。全羅北道軍山市では、日程痕跡を文化空間とする市の方針により、 市内に多く残る日本統治時代の建物を観光資産として活用し多くの観光客を呼び込むことに成功している。ありがとうございます。